昨年から行われている美化運動は川崎市内の各地でも活発に行われていますが、ここ南部工場地帯にほど近い小田地区では毎月1日と16日を清掃日に決めています。清掃日には約7000所帯の人々が手に手にほうきを持ち、一斉に家の周りや道路、溝などを掃除します。オリンピックもあと1年。みんな一人一人が心がけて、外国から来るお客さんたちに恥ずかしくないような綺麗で美しい街を見せたいものです。